どうも、けなげに動画投稿を頑張っているクリオネ大使館です。今回は、体格は100でスキルはカリーの選手を作ったら、どのような結果を残すのかを検証します。216センチ、147kg の男がハンドリングとシュートが上手いってなかなか想像できないですね。多分すごい結果を残してくれるはずでしょう。今回所属させるチームは、シャックがドラフトされたマジックにしようと思います。再建に舵を切ったチームなので勝てるか不安が残ります。試しにどんな感じなのか気になってトレーニングで使ってみました。シャックを使っているはずなのにすごいヌルヌル動く。そしてシュートフォームがとてつもなく綺麗。実際にこんな選手がいたらどうなるんでしょうか。ガードがつけば体格のミスマッチで攻められる。ビッグマンがつけばスピードのミスマッチで攻められる。ダブルチームがつけばパススキルと身長があるので的確にパスを出せる。現在はポジションレスが進んでいるのでいずれこんな選手が出てくるかもしれませんね。もし現れたらぜひマブスへ。それではシーズン開幕戦のシャックのボールタッチ集を見ていきましょう。果たして支配的な結果を残せるのでしょうか。試合には負けてしまいましたが、18得点、5リバウンド、6アシストと活躍。ただスリーポイントの確率が 25% と振るわなかったですね。それではシーズン終了までシミュレートしてみましょう。果たしてマジックとシャックはどのような結果を残すのだろうか。マジックはイースト6位でフィニッシュ。シャック一人でここまでチームを牽引してきたのがすごい。気になるシャック個人の成績は、平均 27.6 得点、4.5 リバウンド、9.2 アシスト、1.5 スティール、そして3の確率は 43.4% とヤバすぎるシューターに。また、個人ではオール NBA セカンドチームに選出。ファーストではなかったのは意外ですね。それではプレイオフをシミュレートしてみましょう。果たしてシャック率いるマジックは NBA 優勝できるのでしょうか。まさかのファーストラウンドスイープ。せめて1勝はしてほしかった。負けられない第4戦ではシャックが24得点と大活躍するものの、
ケンバ23得点、テイタム21得点取られる。その他の選手も役割をしっかりと果たし、セルティックスはバランスよく点を取れていた印象。反対にマジックはシャックの他にテレンスロスが13得点のみで、その他の選手が全くと言っていいほど点が取れず、選手層の差がもろ出てしまっていた印象。もし、ブーセビッチやゴードンがいたら結果は変わっていたかもしれませんね。それでも接戦に持ち込めたのは、シャックの実力ということですね。そしてシャックのプレイオフでの成績はこんな感じになりました。レギュラーシーズン通りの活躍をしてくれましたね。そして最後にオリジナルカリーと1対1をしてどちらが強いかを見てみましょう。この勝負正直言ってシャックが勝ちそうですよね。同じスキルを持っていたら、身長、体格で勝る方が有利だと思うからですね。オリジナルカリーは体格のハンデをどうカバーするかが気になるところ。あれ簡単に得点しましたね。全然ディフェンス抜けなくて外一択になると思いましたが、もしかしたら違うかもしれません。しかしオフェンスが止められるかわからないですよね。そうそう、それをしたら勝てるのよシャックさん。あ、なんでやめちゃったの？おーなんかカリーっぽいやつ。忘れていたけど中身カリーなんだった。そういえば言い忘れていましたけど、今回は11点マッチです。3X3 と同じで2ポイントは1点、3ポイントは2点となっています。いきなり雑談ですが、皆様はオリンピック見ましたでしょうか？私はもちろん見ました。そして 3X3 にドハマりしました。10分1本でわかりやすい。場所をあまり取らない。そして5対5よりも複雑ではない。非常にわかりやすく初心者の人が見るにはちょうどいいとは思いました。もちろんバスケファンの方も楽しめると思います。特に5対5と違い、個人技で打開しなくてはいけないというのが見てて面白いですよね。なんたって1対1に勝つというのがバスケで重要ですからね個人的に。なので中高生にはぜひとも5対5だけではなく、3X3 に参加してほしいですね。そしてどんどん1対1スキルを磨いてほしいです。チームプレイも大事ですが、ここで勝てる能力を身につけるのが優先じゃないかなと思います。話をオリンピックに戻しますね。今日は負けてしまいましたが、優勝したラトビアを追い詰めた姿は、本当にかっこよかったです。そして私は安岡選手のファンになりました。もちろん落合選手、富永選手、愛良選手も好きになりましたが。ただ、あのシュートフォームとドライブする姿が私の好みに刺さりました。でも安岡選手は調べたら、B1 の秋田ノーザンハピネッツに在籍してるんですよね。3X3 と掛け持ちしてるってことなんですかね？もしわかる人がいたらぜひとも教えてください。雑談が長すぎましたね。試合を見ていきましょう。気がついたら4対1でオリジナルカリーが優勢です。どうしちゃったのでしょうか。そしてこの3が、入る。1個前の動画でも3が入りすぎていましたが、一体どうなっているのでしょうか。シーズン400本以上決めていたシーズンもありましたが驚きはしないですが、それにしてもびっくりですよね。シュートの感覚はもともと生まれ持ったものなのでしょうか。それとも努力によって手に入れたものなのでしょうか。答えはわかりませんがとにかく羨ましい。あとは親が NBA 選手っていうのも要因の一つな気がします。いつか NBA のアリーナでバスケしてみたい。お、そこでフローター決めるか。さすがカリー。こちらも負けじと3ポイントを決めましたね。シャックがシュートフォーム綺麗なの本当にじわる。ここで身長の利点が出ましたね。こういうのがあまり起こらないのがびっくり。カリーは3ポイントだけに注目されがちですが、レイアップも上手いんですよね。特にフローターやボードの使い方が上手すぎると思います。技巧派なので年齢を重ねても活躍ができるので、カリーが現役のうちは、陸人型チームに降りかかることになります。本当に恐ろしい。カリーのフット飛び具合がやばい。147ケブに当たられたらそうなるわな。しかしこのシュートが決まらず、ここで迷わず3ポイントを選択するオリジナルカリー。おお、マジか。テイクオーバーしたカリーは止めようがない。少しでも近づくために確実に点を取りたいシャック。なんとか1点で繋ぐ。このオフェンスを止められるか。どうにか防いでくれシャック。絶対にシュートは打たせてはダメだ。レイアップをいい感じにブロックしてくれ。ああ、無念。オリジナルカリー強し。それではまた次の動画で、バイバイ。